M1000 フォーマ M1000 フォーマ M1000 は、モトローラによって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。モトローラの海外向け端末 A1000 をベースに同社と共同開発。GSM、GPRS にも対応し、無線 LAN、Bluetooth、フルブラウザ機能を備えた端末。国際ローミング対応。 SH2101V に次ぐ PDA タイプの端末でドコモで初めてスマートフォンと呼ばれる端末となった。2008年3月に回線100が発売されるまではドコモで個人で購入可能な唯一のスマートフォンであった。ベースとなった A1000 では対応していた GPS には対応していない。また、モトローラとしては1998年の M206。 以来7年ぶりの端末でもある。画面サイズは発売当時フォーマー最大の大きさである2.9インチ。タッチスクリーンを採用しており、操作は主にタッチペン、スタイラスペンで行う。ダイヤルボタンはないが、画面上にダイヤルスクリーン、ソフトテンキーが出てくる。文字の入力はソフトテンキー、ソフトキーボードによるもののほか、手書き入力も可能。OS は 多くの NTT ドコモ端末と同じくシンビアン OS を採用しているが、ドコモの端末では唯一ユックインターフェースを採用。ネイティブアプリケーションを自由にインストールできる。また、ドコモのホームページでは開発ツールを配布している。その代わりに iApple の利用はできない。メインカメラの性能は CMOS 約131万画素。サブカメラの性能は シーモス約31万画素。外部メモリに関して NTT ドコモでは、発売当初はトラフラッシュ256メガバイトまで対応としていたが、2006年2月にトラフラッシュの製造終了及びマイケロスディが完全互換性を確保していること。何より、マイケロスディカード16メガバイトから256メガバイトまでが追加対応になっている。 それ以上の容量に関しては自己責任となる。ただ、マイケロスディカードを製造しているメーカーによっては 1GB でも動作可能としているところもある参考。また、Excel、Word、PowerPoint などの Microsoft Office 系のファイルや PDF 形式のファイルを閲覧することが可能。それらの機能は Pixel Technologies が開発した Picacel ブラウザーによって実現している。 端末での通信に関しては、ビズ放題及びビズ放題ダブルを利用することにより定額通信が可能である。2008年末をもってビズ放題の新規ユーザーへの提供は終了。2009年以降はビズ放題ダブルの申し込みになる。ビズ放題に関しては、HTCZ が対応するまではビズ放題唯一の対応端末だった。その代わりに i モードには対応せず、 パッケ放題及びパッケ放題フルの利用はできない。メールは、i モードメールは使用できないが、プロバイダメールを使用することができる。NTT ドコモのサービスもペラウやモペラのプロバイダメールや Yahoo ーメールや G メールといった Web メールなどを使用し、送受信することが可能。複数のメールアカウントを登録することができ、ビジネス、プライベートと分けて使うことができる。 モペラユ U メールであれば、プッシュ型電子メールを利用することができ、i モードメールと同様に、メールの着信が通知された。CPU は、テキサスインスゥルメンツのオマップ1510を採用。メインメモリ、フラッシュロムとも32メガバイト、また、ユーザーメモリを24メガバイト搭載している。付属品として、AC アダプタ、卓上ホルダー、トラフラッシュ、 トラフラッシュメモリカードアダプタ、USB 接続ケーブルなどが付属している。なお、日本における携帯電話等の電波強度などについて、定めた技術基準、無線設備のスプリアス発射強度の許容値にかかる技術基準が2005年に改正されたことを踏まえ、会2611ナノメートル850イグと共に2015年11月30日をもって使用禁止になった。 A 線と比較すると、次の点など多くが変更されている。など。NTT ドコモ公認サイトの、フォーマ m 線活用サイトで、リバーシ、マージャン、ビリヤード、マインスイーパー等のゲーム、遠隔ロック、データバックアップ、ドコモ公衆無線 LAN コンテンツソフト、m 線遠隔アプリ起動などの実用ソフトのダウンロードができた。2008年10月30日で、 公衆無線 LAN 以外のソフトは提供を終了した。ソフトによっては、モーペラ等の契約が必要になるものもあった。それ以外のソフトに関しては、A1000 や同様のユックを採用している、ソニーエリクソン P800 等のソフトが使える可能性はあるが、利用に関しては自己責任になる。純正アクセサリーとして、Bluetooth ヘッドセットよびそれの AC アダプターが、 ドコモから発売されている。また、リュードより日本語キーボード RBK1000BT が発売されている。Bluetooth での接続で日本語入力ソフトとして、マツタケが付属している。2006年4月より、ドコモプレミアクラブ、ドコモビジネスプレミアクラブ会員を対象に、期間限定でポイント交換の形で提供されている。2007年6月時点で、 計算会行われている。提供の条件は以下の通り。モトローラが特別協賛し、2005年12月に開催されたマリアシアラポアジャパンツアー2005に合わせて唯一のピンク色の M1000、ピンク M1000 が作られた。そのモデルはサインされ、オークションで90万2000円で落札された。その後、2006年2月に雑誌、 ライムの企画で2代目のピンク M 線が作られた。使い方を解説した書籍が多く発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。